責任者やっとってよ。これじゃ成功でいいんぞ。何やったんすか。何でもやったもん。昔住んどった部屋にプリウス引っ張らしてやんな。え、お取れたかもしれないしは。いやでも一応頼んであるのは、うん、すいません、今日の17はずっとそれ言っとるよな。違う違う、今回は本当に箱下に持ってきてもらうんで、ちょっと1週間後チェックな。何やったんすか。何もやってないです。え、いいネタ見つけた言われてましたよ。回っとる。回ってます。はい、おはようございます。おはようございます。本日急に森川君は、午前中たまたま書類になってたので、だからちょっと持ち帰った。はい、何で呼ばれたか分かっとる。何で呼ばれたか分かっとる。分かります。いや、ちょっと痛い。またあっち来いのがめちゃくちゃ痛いな、はい、これ。あ、すいません。一回座ってください。一回座ってください。受け入れるなよ。あ、なんで呼ばれた。やっちゃっただろ、お前。全然わかんないっす。あ、じゃあ、なんでないっす。お前、好感度上がっとるだろ。え、ただ泣いただけなんだろ。泣いてるし。あの人は今みたいにやっとるよ。うわ、好感度上げにくんだてめえ。ほんと、おかま野郎。いや、なかなか。俺見てないんだよ、あれ全部使っとるの。ほんまにフルで使ってます。泣いたシーン、泣いたシーンも撮影してたシーン、もうそれいいんだけど、お前。はい、お前な、好感度あったら調子乗っとるんじゃないですか。でも上げれたんやけん、素の涙じゃないですか。だけどお前、涙シーン3回ぐらい撮り直したから。それ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 適正だぞ。違うっす、それは違うっす。今日は、ね、たわいもないことなんですけど、昔住んどった部屋にプリウスを置きっぱなしだよな。はい、上着くために毎回来週持ってくって言ってるな。はい、この間怒ったらもう本当に今週持ってきますって言ったな。はい、あるな、ほんま。何したったの。一週間以上経ってるだろう、お前。いや、同じ週間です。あ、先週なんで。とりあえずちょっと現物見に行こう。はい、現物見に行こうぜ。え、お、取れたかもしれないしは。いや、取れたと思います、今。なんでお前ずっと何ヶ月も、もうこれ視聴者の皆さん、こいつ何ヶ月置いてるか知っとる。何ヶ月半年じゃねえだろ。いや、半年ぐらいです。お前部屋出て、違うでしょ、お前住んどって出て1年経ってたろ。岡部君とバトンタッチしたんですよね。そうそう、今岡部が住んだから、うん、半年以上ですね。すいません、1年ぐらいだろ。1年は経ってないです。1年は半年経ってないです。1年経つか経たないか。あっちも止めてました。あっちとこっち合計合わせたの1年ぐらいです。早いかよ、これ。どうすんの、やっぱり売ります。しかも車が来た。押せないです。あ、ポリが。でもこれプリウスいいやつだろ。いや、グレードは低いです。あ、本当。でも年式的には結構新しいかもしれないですか。もう今出たんで2個前、3個前です。あ、3個前。そういうこと。すいません、ちょっと公園で。公園いいって。俺倒るやん。この前ボール親父がお前初めて子供泣いちゃうの。ちょっともうリライブ来たんでちょっと突っ込んでくれ。はい、似合ってます。パワーアップ、パワーアップ、まあ、はい、それはちょっと大げさなんで、ちょっと視聴者の皆さん騙されたと思う方だけど、はい、いや本当これリライブあれだよ。ちょっとまた冬になってきたんで買ってね、まあ、ちょっと高いけど、はい、本当にでも、まあ、これやって実験のやつ動画で撮るよ。はい、まあ、そのリライブシャツっていうのがあるもんで、はい、まあ、それを建設業向けに開発してもらって、で首とかそういうの、はい、なんか職人はこういうのを腕とかやるとか現場に来とったじゃん。あ、はい、まあ、それで研究してもらって加工してもらったやつ。はい、もう本当に全然違う。
これあれですよ、こっち妨害されるって言うんですよ、リライブパンチだよ。あなたははかどるか、はかどるです。俺らのブランドはこれはかどるです。ちょっと高いけど、皆さんぜひ。損はないですね、本当に。上下、上下着てみたら分かるっす。着たら分かる、はい、もういいじゃん、そんなこと。お前プリウスだって、お前いつ持ってくるんだ、これ。ちょっと待ってください。おうおう、商品紹介です、まだ。まだ、商品紹介。じゃあいいよ、いいですか。リライブなんで、いや、でも一応頼んであるのは、すいません、今日の17は。ずっとそれ言っとるんだよ、あ、今回は本当に箱下に持ってきてもらうんで、すいません。あ、なくなったら僕報告します、ここ散歩コースなんで。そういうのいいですって。はい。でも本当に持ってもらって、あ、なんでいいんだって。なくならない。なくならんでだろ。いや、なくなるんですよ。マジ箱下持ってきてもらって、すいません。ちょっと1週間後チェックな。わかりました。おはようございます。今日の撮影行く前にこの間撮影した動画確認しに行きませんか。もう立ちました。行ってみましょう、はい、その後撮影行きましょう、はい。ありましたね、はい、17はずっとそれ言ってるんだ。違う、今回は本当箱下に持ってきてもらうんで、すみません、それは本当にすみません。あえてもうあいつに何も言わず動画公開したのか。はい。何言いたいんだ俺。何を言ってほしいんだ俺に。視聴者の人はもう分かっただろう。はい。言葉はいらんだろう、もう。はい。まあ一言だけこの動画を見たら連絡くださいぐらいの。ああそうだな、はい、勝利に対してな、はい、おかくもうほんと口ばっかだな、お前。なんかお前頼むのちょっとだろ、お前。あ、頼むのちょっとだよな。はい、もうなんか今週中について、いやもう今回は本当ですとか言って、はい、言ってたよな。はい、もうこれがないもう1年以上続いたもんかな。もっとだろう、多分。そのたびに今月中にはって言ったけど、はい、駐車場もかわいそうだわ、はい、あ、お前責任者やっとってよ。成功でいいんぞ。よろしくす。いや、もう今日撮ってもたもん。1週間経ったから。もう撮ってもて、今日撮ったもん。もう今回しよ、今弁弁聞くわ。いいですか。うん、俺が連絡してんかったのですけど、うん、で、見積もり取ってもらったところより、はい、まあ、僕の先輩に当たるところですけど、はい、そこはもっと高く売ってくれる、はい、キャッチャリしてくれる、はい、だからそこをやめてもらって、はい、なのでもう少し待ってくれという趣旨ですね。はい、わかりました。はい、これおまけで使いますね。はい、お願いします。はい。